え、これはね、テレ朝の ANN ニュースチャンネルですね。YouTube ですけどね。47万人がね、登録してます。ちょっとね、私も一応登録してますけど。47万人に向けてね、こういう風にプロパガンダを毎日やってます。ね、この安田淳平、どれぐらいありますか ?1 個目ですね。これ1個目。えー 次はここで2つ目3つ目4つ目5つ目6つ目 七つ。八つ。九つ。これ、塔ですね。ね、塔。十一。 え、十二、十三、十四、十五、十六、十七、十八、え、十八、今十八。 十八、えぇ、ー、十九、二十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 一、これも、二十一、二十二、二十三、 24。25。まあ、こんなとこですかね。24か、24やったかな ?25 やったかな、ね、このジャマールカ書サウジの記者もインチキですけどもね。えー えー、サウジの記者が終わった、やらせの事件が、ね、えー、終わったかと思えばあ、まだまだ終わってないんですけど、まだ途中なんですけど、ね、今度はこの、えー、安田淳平の事件ですね。この、解放されたっていうね、ね、こういうふうにね、 こういうふうにたくさん、えー、加熱気味に報道するときっていうのはね、えー、皆さんをね、洗脳するときですね。えー、本当にあったことのようにね、えー、報道するわけですね。こういうふうにね、集中的にもう加熱気味に報道するわけです。するとね、皆さんはね、マインドコントロールを受けますね。えー、実際この事件は、ね、 あったんではないかというふうにね、えー、プログラミングされますね、脳内にね。実際は、うん、やらせなんですね。まだこの、サウジ、サウジ皇太子もやってますけどもね。えー、これもね、ムハンマド。ムハンマドは33歳ですから。ね、今年ね、8月、えー、30日ぐらいやったかな。そういう、えー、33歳になりましたから、それのやらせですからね。 えー、こういう風に騙されないようにしてくださいね。やらせニュースにね、プロパガンダに負けないようにしてください。えー、私はね、ちょっとテレビ持ってないんでね、もう、えー、かなり昔に捨てましたので、えー、テレビが何と伝えてるかね、わ、えー、かりませんけども、やっぱり、あのー、加熱気味に報道してるんじゃないでしょうかね。えー、まあね、あのー、 かなり多くの人がね、このマインドコントロールにね、気づかれてるようなのでね、えー、メディアの方も必死にね、えー、プログラミングしないといけないんで、加熱気味に報道してるわけですけども、えー、このオレンジですね、えー、オレンジ色、これが出てきたらあやらせですね、えー、ジャマルカショギ、えー、これもね、えー、アラブーの 反対性。サウジ、サウジアラビアのね、反対性記者ですか。これもね、オレンジ着てます。ね。オレンジのシャツ着てます。こういうのはね、やらせなんです。ね。それから、このアナウンサー見てください、この。アナウンサー。ね。うん、着てますよ、ほら。オレンジっぽいの着てるでしょ。ね。これもね、えー、やらせということを言ってるわけです。 ねえー、必ずとは言いませんけどもね、えー、よく多用されます、このオレンジはね、えー。33の意味がありますから。オレンジはね、色の中で唯一33数比ってことですからね。えー、クライシスアクターですね。ね安田純平ね。えー、それからね、えー、この安田純平が妻に送ったとされる暗号文ですね。えー この件ですけども、えー、家の椅子を買った場所は、二人だけにしかわからない。池袋の何々店というね、えー、ここは、えー、ぼかしが入ってますけども、えー、この池袋っていうのがね、重要なんです。えー、なぜかといえばね、この池袋、ね、数比で調べると、池袋で、えー、33数比になるわけですね。このカルビアン。えー、ピタゴラスでは41ですけどもね、 カルディアンで三十三数比が出てきます。ね。こういうのも、えー、関係してるわけですね。えー、それからね、この三つの暗号ですね。三つの暗号。好きな焼酎の名前はっていうね。えー、質問に対する三つの暗号ね。焼酎の銘柄。ね。えー、ここに、えー、何か文字が打たれてたわけですけどもね。えー、これもね、ちょっと見てみましょうかね。 まず一つ目がね、この、払ってはあかんの、ハロッチャーアカンっていうのですね。えー、h-a-r-o-ch-a-a-k-a-n ですけどもね。ハロッチャーアカンっていうのね。これもね、数比でね、ハロッチャーアカン。カルディアンで33になります、ここね。カルディアンで33ですね。ピタゴラスで45です。 ここに33が絡むわけですね。そして次は、断固蒸ししろ。断、え、固、ー、断固蒸ししろ。断固、六四6四46ですけど。これは39ですね。38と39ですね。あまり絡みません。まあ 3区っていうのはね、えー、っと、27ですよね。27っていうのは、まあ9にもなりますしね。<laughs> えー、999ですから3九っていうのはね、えー、9の3ですからね。えー、999っていうのはね、反対にすれば、えー、666にもなりますからね。まあそういう意味で使ってるんではないでしょうか。 えー、ジマトリアの方で行けばどうなるか。断固6446ね。えー、これは、イングリッシュジマトリアでは、えー、270ですね。えー、270になります。そして、シンプルジマトリアではね、45になりますね。これねまあ、9が、絡みますよね。 まあこれの意味はちょっとわかりませんけどもね。えー、それから、もう一つありましたね。えー、無事フロック。無事フロックっていうのはどうでしょう。ね、無事フロック。これはからな絡まなかったかな。無事フロック、うん。これは30ですよね。30に43ですから。 30のカルディアンに、ピタゴラスの43。ね、これもカラ無事に帰るという意味ですね。えー、これは絡まない。そしたら、えー、ジマトリアの方で調べてみましょう。ジマトリアの方でいくつなるか。え無、ー、事フロッグですね。無事フロッグですね。え無、ー、事フロッグっていうのはね、88が出てきます。えー、シンプルジマトリアで。 えー、十種ジ,ュジュマトリアは954。イングリッシュジュマトリア528。シンプルジマトリアは88ですからね。えー、この88ね。シンプルジマトリア、えー。何と一緒でしょうね。シンプルジマトリアの88。ね。これトランプですよね。トランプ。ね、こういう風に出てます。えー、トランプ。 イングリッシュジマトリア。イングリッシュジマトリアでもトランプがトップに出てきますけど、このシンプルで88ですから、ここね、88がずっとあります。ね、トランプとか、エリザベスとか、ね、この辺が88なんですね。ハイルヒトラーですよね、HH ですから。8番目の、8番目ですからね、えー。8番目、アルファベット8番目は H ですからね。 88っていうのは HH ですから。会える人らですからね。トランプね。エリザベス。カリフォルニアとかね。この辺。ブラディミールっていうのね。パープル。パープルも出てきますよ。ウォルマートとかね。いろんなのが出てきます。エリック・デュベイも88ですね。フラットアーサーですけどね。フラットアーサーのえーコントロールオポジションの方ですね。 偽物のフラットアーサーですね。本物じゃないってことですね。まあ、こういうふうにね、88が出てきました。ね。えー、こっちはジマトリアに関係しています。これは39ですね。えー、ハロッチャー感。これが33数比でした。ね。こういうふうにね、33が 絡んできますね。なぜかと言ったらね、わざとそういう風に作ってあるからですね。えー、入表の方ではね、命の金を払ってはいけない。断固無視してほしい。無事に帰る。という風にね、えー、解釈したらしいですけどね、えー、こういうのもね、えー、別の意味があるわけですね。 安田は常にネット検索では何もわからない。現地に行って、現地に行ったからこそわかる真実がある。ね。これは本当のことですよ。ね。えー、ネット検索じゃね、えー、何もわかりません、えー。現地に行ってね、現地に行ったからこそわかる真実がある。これは本当のことです。ね。しかしそれを工作員がやってるわけですね。工作員がこんなこと言ってるわけですね。 え、埋もれている事実、人の声、現状や現実がある。というふうに言っていましたので。まあ、これも本当です。ね。えー、埋もれている事実、たくさんあります。えー、ニュースメディアっていうのはね、こういうことを全然伝えませんからね。人の声、現状や現実。明らかにね、えー、規制がありますからね。えー、もしね、本当の事実をね、えー、伝えようとしたらね、えー、向こうで、えー、くなってるでしょう。ね えー、そういうのはね、えー、規制がかかって、えー、どこでも、うん、見ることはできません。ね。えー、本当に彼が3年半かけて、えー、体験したこと、取材したことを皆さんに伝えてほしいと思います、えー。3年半かけてね、どこいたんでしょう、この人はね、えー。もしかしたらね、日本に帰ってきてたのかもしれませんしね。えー、全然わかりません。えー、現地に、 いたのかすらね、わかりません。ね。えー、ヨーロッパに行ってるかもしれませんし、アメリカに行ってるかもしれませんしね。えー、どこにいたのかね、さっぱりわかりません。ね。工作員ですから。クライシスアクターですからね、えー。おそらく現地にはいなかったんではないでしょうかね。えー、ということでね、安田純平のね、やらせ解放劇。えー、これを終了したいと思います。